こんにちは、心理カウンセラーの高森です。うつ病になってから仕事に行けたり行けなかったりを繰り返していますという相談を受けることがあります。こういった状況って辛いですよね。いつになったらこのサイクルから抜け出せるのかというところが先が見えない感じがすると思います。この部分を変えていくには、一つは環境を変える、もう一つは自分自身の体質を変えるということですね。もし仕事環境そのものが非常に過酷でストレス負である場合は、それそのものが原因ということももちろん十分にあります。もしそうでもなくて、でも繰り返してしまうとすれば、これは物事に対する受け止め方、ストレスの感じ方っていう自分の心の側の要素ということも考える必要があるかもしれません。そういった場合には自分の追い詰め癖ですとか責め癖といった思考のパターン、感情のパターンというところを見直していく、そんなことが大事になってくるかと思います。ここが変わってくると、物事がそんなにストレスがなくなってくるので、負担も小さくなって、この悪循環から出ていけるようになるかと思います。こういったことをいろいろお知りになりたい方は、カウンセラー高森で検索しご覧になってみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。